持ちネタ欲しい。持ちネタ。持ちネタっていうか、はい。なんか挨拶決めたらいいんちゃう。挨拶。うん。みんな、YouTuber がみんなやってるやんか。あの、おはこんばんにちはみたいなやつ。そうそうそう。画面の前の皆様こんばんは。ベルグラでございますとか言ってるやんか。おー、そうそうそう。今一瞬いい声になった。うん。うん。どうも皆様おはこんばんにちは。とかね。なんかそういう挨拶あるやんか。ありますね。それ考えるか、今。考えようか、じゃあ。考えよう。もうなのね。あ、私の。いつもどうやって始まるんだっけ。私ですか？ああ、うん、皆さんこんにちは、モナです。ですね、多分。そんな感じ。それをちょっとね、うん。なんか個性的な感じに変える。個性的。これちょっとどうかなと思うんやけど、ちょっと一つ言わせてもらっていいですか？はい、じゃあ発表。発表。ドン。はい、どうも皆様こんにちは、モナです。今日のパンツは何色です。ではやっていきたいと思いますみたいな感じで毎日自分の履いてるパンツの色を言うていく。名前持ってんねんっていう話だよね。これちょっと面白くない？いやでも聞かれたことはありますよね。誰に？何色ですかって聞かれてドドメ色ですって言って答えたんです。待って待って、何色？ドドメ色。ドドメ色という、ドドメ色というさ、色すら知らない。方言や、方言。あ、そうなんだ。知らんけど。あ、濃いパープルみたいな感じ。濃いパープル。ドドメ、オバハン色ってことやろ。そう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 。ドドメ色、土？土みたい、土系色みたいな、もうとにかく、とにかくあの汚い色を想像していただければと思ってる。なえるわ。もう本当、あの想像できうるか限りの汚い色を。色を言うだけじゃなくて、はい、うん、実際にそのパンツを写メ撮って画像としてポンって出すんよ。いやマジでマジで、これで多分登録者増えるで。だからだから。ちょっとマジで思い切りがね、私大事だと思う。そうだから、そういうさ、あの思い切りっていうのは、まあこれはちょっとあまりにもやってることちょっと汚れっぽいけど、はい、汚れさすがにパンツアップするのは汚れやし、広告制限つくと思うけど。そうだね、うん、でもそういうそういうさ、なんか思い切りって必要やんか。突拍子もないことをした方がええんちゃうかなって私は思うんですけれどもね、うん、じゃあお前がやれやって話やけどね、はい。いや、あの前さんがじゃあパンツ晒してくれたら私たちも考えようかな。いや、それはちょっと嫌やわ。それはちょっと嫌やわ。せやろ、何やろ。誰も幸せにならないパターンのやつだ。何やろそれ。友達にアナルを見られるみたいな、そんな感じ。見たくもないよね。それ恥ずかしい。友達も哀れだわ。違うわ、違う違う、逆やわ、逆。あ、友達の、そう、友達のアナルを見てしまったみたいな、しょっぱい気持ち。そう、そう。あ、それちょっとやだな。なんかスーパーかどっかであの扉開けたらおばあさんがこうやってたみたいな感じですよね。もうやめ、そんな話やめて、もう。申し訳ない。今一瞬ね、こう、あの私想像力豊かやから。そうだね。もう一瞬でそのイメージがね、パンと、あの、はい、頭に浮かび、わかる、イマジネーション。イマジネーション、イマジネーション。うん、イマジネーション。イマジネーション。イマジネーション。イマジネーションの意味知らんけど。ググってググって。ちょっと待って。E-I-M-A。I-M-A。イマジナー。これか。あった。想像力。想像力ね。イマジネーション。大丈夫大丈夫。合ってる合ってる。想像力、ね。使い方合ってる。うん、何の話やった？あ。あ、突拍子もないことをした方がええんちゃうかっていう話やね。そうだね、うん、だからその一例として毎日パンツをシャメ取ってアップするっていうね。これ絶対俺毎日見るで。あ、でも毎日見ようって思う、引っ張る吸引力っていうか、それは必要ですよね。そう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 、俺絶対毎日見るで、うん、そのパンツをアップロードしたら、うん、じゃああれだよ、あの今日の乳首の色はみたいな感じでやってみたら。そんな日替わりですか。今日は紫。ちょっと待って、ちょっと待って、
もうなんかもう、それでイマジネーションの話したでしょ。あ、ごめんごめん。じゃあ俺結構ね、俺あの繊細なんよ。繊細だね。ごめんね。そうね、分かってた、知ってた。乳首の色がどうこうとかっていう言葉を女性から聞くとすごい萎えるんよ。萎えたね。わかり、隠された、隠されてほしい。違う、あ、ですかね。あ、じゃなくて、ちょっと待って、チラリズム、あのパンツの、はい、パンツ、パンツブラジャーの中身には興味ないんよ。あ、わかる、中身は想像したい。いや、じゃあ中身別にどうでもええね。そう、イマジネーション。違う、違うよ、分かってないな。そこはイマジネーション出さんで。分かりました。あの、もうやめとこう、やめとこう、もうこの話やめとこう。どうせ理解されないんだからって、この二人には。いや、でも男性と女性の違いですよね、でもそれ。多分男性では多いと思うんやけど、はい、あの、脱いだ姿に興味ないんよ。あ、分かる。うん。分かる気がする。あの、下着をつけてるから興奮するというね。うん。分かるでしょ。胸元が見えそうだから興奮するみたいな。そう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 。うん。だからもういきなりその乳首がとかっていう言葉を言われたらもうすごいなえ、めっちゃなえるんよ。わかる。ごめんね。なえさせちゃって。七色に変わるんですよ。七色に変わる。七色に変わるんですよ。ちょっとすれば。違った意味でのイマジネーション。LED かな？LED かな？ああ、いいね。祭りだ。祭りだ。乳首祭りだ。ダメだダメだ。あの、どんどん泣いてくる。どんどん泣いて。そんな泣いて。お前さん黙っちゃったから。この話やめよう。この話やめよう。はい。はい。パッとやめれますから。はい、じゃあ次行きまーす。はい、次行きまーす。3人じゃあ同時にこの質問に対して答えますか。おう。まあ皆さん成人してると思うんですけれど。はい。なんかこう、おすすめのお酒とかは？おう、お酒。ビールとシャンパンとワインが好きです。おお、大人。あれでも、モナちゃん前、はい、なんだっけ？うん。一人で、はい。ラーメン屋だか、飲み屋だかに行って、隣のおじさんと仲良くなったみたいな話してなかったっけ？ああ、そうですね。前ですけど、おじさんもあるけど、なんだろう、一人で結構飲みに行ったりとかしてた時に、うんうん、バーとかにね、もう結構飲んだくれて、バーとかに行って、で、隣にいたお姉さんと、なんかこう、うん、寂しいからって話しかけて、ずっと話して、結局、うる覚えのまま、そのお姉さんと一緒に家に帰りました。え、お姉さんの家に？私送ってもらったんですけど。へぇ、うん。なんか人見知りじゃないんだね。人見知りだけど飲んだらなんか感じになって、で、次なんか行った時にそのバーに行ったら、バーテンダーの人が、うん、お姉さん口説いてたよって言われて、え、本当に？それ全然記憶ないっす。そういう怪我あるんですか？いやー、どうなんですかね。いや、嫌いじゃないっすよ。え両方ちょっと待って、嫌いじゃない？いや、女性は嫌いじゃないですけど、まあ、性的な意味合いではそんなお付き合いとかはないですけど、うん、興味はあるってこと？はい、興味、ここまでが興味なの。え？まあ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 、はい。そうなんや。はい、普通だと思います。はい。なんで？じゃあ、なんか私もちょっと興味ある。え、マジですか？うん、はい、女とエッチできんの？で、いや、それ多分生理的に無理な人と、あ、この人ならいけんなっていう人が絶対っていうか多分いると思う。それはあるかわからないですけど、まだ出会ってない、うん、まだっていう可能性がね、わかんないですけど。そうだよ、まだ経験ないだけであって、うん、もしかしたらっていうのはあるよね。やっぱりね、次元の先に連れてってくれる方がいらっしゃるんだかもしれないけど。なんかおかしなチャンネル登録者が増えないかな、モナさんのチャンネルに。いやいや、まあでもそれも探求やもんね。
探求は。出た、探求。へえ、そうなんや。これ、あの、今日のマヤさんのおかずになるわ。うん、おかず、え、おかず、おかずおかずってないね。いや、なんでもない。なんだろうね、それ。お惣菜お惣菜のことじゃないかな。お惣菜今日のお惣菜今日のお惣菜だよね。今日のちょっとなんかもうエロい話ばかになってるから。ねえ、昼なのにな、うん。あ、そう。さっきの飲み物の話で。うん。あ、飲み物の話ね。そうだね。何飲まれるんですか？私はもっぱら甘酒ですな。あ、甘酒。甘酒って、あ、北海道やから甘酒な、うん、うん、違う。酒が飲めないから甘酒な。あ、そういうこと？あ、甘酒、はい、甘酒ってアルコール入ってるかな？いや、入ってないやつ飲んでる。ダメじゃん。この話題振ったの失敗だなって思いながら言っちゃったから。じゃあ甘酒ちゃうやん。酒が入ってへんやったら甘いだけやん。そうだね。うん、いや、ほんとね、酒が苦手なんですよ。違うやん、違うやん。あなたが、お酒の話を振ってきたわけですよ。そう。だから、この話するなって、私、あの、右側にいるね、の、背後の後ろの方にいるお米がね、言ってたの。その話しちゃダメだよって。ダメだよ。ダメだって。そっちの話したってね、あんた話膨らませられないんだからって。あ、でも、お米さん、あれですよね、あの、ワイン飲まれますよね、だって。そうそう。水と氷で結べて飲んでるの、最近。ちょっと慣れようと思って。ねえ、あかんと思って。反逆ぐらいに思ってるんだけど、でもちょっとやっぱ飲めるような、ほら、大人になりたいじゃない。いや、ワインを水で薄めるって、チューハイとか飲んだらええかな、そんなもん。あ、そういうことね。そっちか。ワインを水で薄めるって。それ、どういうことか言いましょうか。はい。はい。とんかつに水ぶっかけるみたいなもんやで、うん、カルピスをものすごい薄めて飲むようなもんかなって思ってたけど違うんだ違う全然違う、ね、サラサラっとお茶漬けみたいな感じで美味しそうかなって思っちゃったんだけどさじゃあちょっと例え変えるわ例え変えて例え何しようかなこの辺がパッと出てくるか出てこへんかによってそうだ、ね、ゲーム実況が面白くなるか面白くならないかっていうねうん、うん、そういうことですよじゃあ大喜利ねうん、大喜利でワインを水で薄めるとはどういうことですか？はい、モナ。モナが言ってる間に私が考える。考える。まるでポテトチップスに水をかけるよ。普通やな。普通やな。あ、真面目。梅干しに酢を注入して食べるようなもんかな。あ、違うか。え？注入系もありですか？注入系もあり。梅干しに酢？うん。お酢を全然違う。全然違う。あ、わかった。はい。ドンペリにワインを足して飲むようなものだ。台無しになるでしょ？あなたのイマジネーションはちょっと。イマジネーションダメかい。全然普通やんそんな。え、普通なの？ドンペリって美味しいの？ドンペリにワイン入れても別にええやんか。あ、そうなんだ。美味しいんだ。いや、よくないけど、うん、別にそんな言うほど悪いことじゃない。悪くない？そうそっか。じゃあ、はいはい。おなし。おなし。はい。豪華客船の切符を、うん、持って、いかだに乗っていくみたいな。それ、切符いらないよね。そう、切符いらない。もう台無し。じわじわ。台無し時間を出そうかなと思う。チワワの、うん。毛を全部剃るようなもん。あ、毛ありきで可愛いからね。あ、なるほど。いや、動物ってさ、全体毛剃っちゃったら可愛くないよね。たぶん。でもカバは大丈夫。カバはね。カバとかゾウとかはね。いや、カバ、いや、カバ毛ないやろ。ちょこっとある。頭上に頭上にそれムーミンかなんか想像してませんか？そっかそっか。ムーミンのフローレンあたりをさ、想像して。ああ、かわいいっすよ。専門的な話をするとするならば、はいはい。水で割るんであれば、蒸留酒。おお、蒸留酒。うん。蒸留酒。わかる？焼酎、ウイスキー、うん。ワインっていうのは醸造酒。おお。うん、蒸留と醸造。蒸留と醸造。
はい、それ10回言って。上流醸造、上流醸造、上流醸造、普通に言えるわ。言えたね。普通にお経ぐらいに聞こえてきたわ。お経、眠くなってきた。ね。話題を変えましょう。そうだね、お酒の話から離れて。次は、はい、ゲーム実況以外で今ハマってること。おいいね。うん。じゃあ私から行こうかな。おはい。言い出しっぺだから。最近ハマってるのは、うん、料理です。ああ。おうん。なんで見たかも。そう、なんでかっていうと、まあ単純な話、カレー専門の本を買ったの。おお、すごい。そう、なんかいろんな、なんかタイとかさ、インドとかなんか多分細かく区切ったらいっぱいあるんだよね、うん、それが書いてある本を買ってきたら急に今まで料理してなかったのに料理が好きになったっていう。で何カレー以外は何作ってんの。何も作ってない。えカレーだけかい。カレーだけやで。それカレーの専門の本買ったって言ったでしょ。違う、だからそれは料理好きじゃなくてただカレー好きやろ。カレー好きや。ゴレンジャーのイエローやみたいな感じだね。カレー好きの女やろそれ。カレー好き。あれでも昔さそんな曲なかったっけ。ソニーなどが出してなかったっけ。二人は料理しないの。モナは。私はしようと思えばですけどそんなに楽しいと思わない。一応調理師免許持って。え、すごっ。え、すごいじゃん。ね。あの免許だけ。へえ。お店出せるけどっていう資格が欲しくて。でも料理はせえへんねんな。料理はねたまにしかし。いやたまにしかしないっていう人はほとんどしないよ。あの記念日とかにちょっと凝ったものを。記念日って何の記念日でしょうかね、これ。記念日っていうか、あの、クリスマスとか。まあ、クリスマスに誰に作るんですかね、これ。またおかしなし。パーティーあるじゃないですか、クリスマスパーティー。おかしなこと言ってますね、この人。クリスマスパーティーとか、記念日そういうので、あの、みんなが取り分けとかの料理とかを作ったりはします。はい。うん、これさんは、でも料理ができそうな、ね。男飯とか。そうそう。料理何でも質問してよ。すごい。何でも質問して。じゃあ。うん。まあ、洋食が得意やな。あ、すごい。おお。何でも質問してくれていいよ。じゃあ。うん。質問。じゃあ、オリーブはどれぐらい使いますか。どれぐらいってどういう意味だと。オリーブオイル。オリーブオイル？うん。どれぐらいってどういうこと。ん？いや最後に最後の仕上げにこう高い位置からかけたりするのかなとかって思う。どれぐらいどれぐらいの質問がわからんわ。だから物を炒めるときにオリーブオイル使うやろ。うん、あ、それはよくわかってるんだ。え、いやオリーブオイルが何なのかすらわかんないレベルなのかなって一瞬思ったの。オリーブオイルはオリーブオイルで物を炒めるときは、うん、ピュアオイルを使ってください。あ、うん、へー。で仕上げに加熱せずにオリーブオイルを使うときはエクストラバージンオリーブオイル使ってください。あ、ガチだ。へー、うん、へーっていうね、まずその違い、エクストラバージンとピュアオイルの違い、まずこれを覚えてください。はい、すごいな。エクストラバージンとピュアオイルの違い、はい、まずこれ色が違いますね、はい、ピュアオイルっていうのはもう黄色、黄色がかった色、うん、でエクストラバージンっていうのは緑、はい、でこれ何の違いかっていうと、うん、要するにエクストラバージンっていうのは一番絞り、あ、ええとこだけを取ってるんよ、うんうん、でピュアオイルっていうのはその残り、ピュアのくせにね。ピュアオイルっていうのはもう基本的には加熱用、うん、でエクストラバージンっていうのは生用、うんうん、生用、うん、ちょっとびっくりしてるやろ。びっくりしたね。うん、なんかどうせ何も知らないだろうと思って聞いたらさ、はあ、意外とちゃんと答えがあって、うん、なんかあのドレッシングとか手作りのどんなの作るのかなと思って、うん、おすすめ教えてもらいたいなと。おすすめ？はい、オリーブオイル使うんであれば、はい、塩と胡椒とオリーブオイルと、はい、ワインビネガー、それだけ。おお、それだけで十分です。ちょっと待って、料理人なの？ゲーム実況者や。ゲーム実況者がこんなにオリーブオイルに詳しいですかね。
へえ。ちょっとなんか仕組んでたような話で君たちびっくりしてるでしょ。びっくりした。いやー、質問準備しとけばよかったね。知らなかったからさ。君たちが質問できるレベルを超えてるから。おー、そうだろうね、そうだろうね、うん、今の返答でわかったでしょ。おととひきやがれ。勉強してきます。他は他、まあ、最後、うん、ま、まやさんだよ。あ、あるか。そう、うん、ハマってること、うん、まあ基本的にパソコンの前にしかおれへんからな。二人とも同じ。おい、はまき。え、はまき、うん、自分で巻くんですか。なんでやねん。なんでやねん。話が違う方向行ってました。違う違う違う、あの巻きタバコ、あ、巻きタバコ、巻きタバコちゃうで、はい、あの自分で巻くタバコもあるけど、じゃなし、はまき、はまき、あ、うん、キューバさんとか。そう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 、ハマキっていうのは肺まで入れへんのよ。へえ。口の中で煙をふかして、うん、で口の中から一応、まあ、ニコチンは吸収するんやけど、ハマキっていうのはその口の中でふかしてちょっと香りを楽しむんよ。へえ、うん、大人の嗜好品ですわ。ハマキとお酒って合いそう。だお酒飲まへんね、うん、もう最近。へえ。お酒全然飲まへんから、ハマキとコーヒー、うん、これが至福の時やな。でこのハマキとコーヒーを飲みながら海外ドラマを見る。自分が主人公になったかのように。そうそう、この間もね、まやさんがなかなか連絡返ってこないから、うん、しばらくして、あ、なんかごめん、ドラマ見てたって言って言ってね、うん、ドラマ、ドラマってそれエロビデオじゃないのみたいな話。話言ったらなんて返ってきたと思う、もんなちゃん。なんですか。お米のゲームチャンネルっていう名のエロビデオ見てたって言ったんだよ。あ、確かにあれエロビデオですね。こらこら、違うやろ、勘違いしないでくださいね。そういうなんかすぐにエロの方向に持っていくでしょ、あなたたち。あなたたちっていうか私。今巻き込み事故が。話を変えましょう。うん、はい、では、今後やるゲーム予定ありますか。今後やるゲーム、うん、私は最近買った PUBG。 ああそれやな。PUBG。 、うん、それのちょっと告知もしとかなあかんね。そうだね、今度そのデュオでね、まやさんとやりたいなと思ってるんで。やりますって、もうあの宣言しといてや、うん、はい、やります。軽い。やります。やりますってここで宣言さしとかないと、うん、またあの音信不通になる可能性があるからね。ね、とりあえずあのドン勝するまでやるからね。そうだね、一回でもやりたい、うんうん、そこだけちゃんと覚えといてや。はい、見たい見たい、ドン勝します。モナ、うん、ちゃんは。私は10月の中ぐらいに出るサイコブレイク2っていうゲームを今予約してるんで、ホラーなんですけど、それをやっていきたいなと。ベセスだやんな。そうです、そうです、そうです。あれでも、グロくないん？グロいですね。結構グロいゲームやってるんで、ワンの方もやった、実況で。そうなんや、また広告制限つけられんで。あたたたた。つきますね、多分。あれでもやりたいんでやろうか。うん、まあそれやな、自分がやりたいかどうやね。うん、もう広告制限とか気にしとったら、もうやれるゲーム、もう PUBG なんか全部ついてるから。あ、最悪なんよ、もうどうしようもない状況やけど、まあ女性実況者はホラーゲームの方が向いてるんじゃん。うん、いや、見てる人は多分女性の叫びに面白がるんちゃうかな。楽しいのかな。うん、私叫ばないですけどね。そうなの。カボちゃんの、うん、あのホラーゲームの実況とかめっちゃおもろいで。そうなんだ。全然素やね。普通やね。うらやましい。なんか怖いシーン出てきても、あとかそんなんやで。あ、なんか来たみたいな。うん、あ、出たみたいな。いいな。マジで。私ちょっと大きなこと言ったかも。叫びます。はい、というわけでございまして、なんかダラ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 喋ってきましたけれども、はい、
なんか最後にありますか。お米のチャンネルよろしくね。お米のチャンネルよろしくねって言うからにはちゃんと動画出していかないとダメですよ。そうやね。ごめんなさいね。そう。そこね。はい、ね、一応もうバッチリ宣伝しときますんで。あ、すいません。すいません。ちょっと自分ももうしばらくなんか出せなさそうだから。そう。そう。ねえ、お金稼ぐって大変。ちょっと待って、今ゲーム何やってんの。うん。今？うん、そこが問題よ、うん、モナさんとドラゴンズドーゴムはやってんやったらそれ出したらええんちゃうの。うん、いやそうなんだけどさ、編集する時間がなくてさ、うん、なるほどね。誰かのチャンネルで出してもらえるんだったらそれが一番楽かな。そうで、チャンネル登録者だけ増えていくっていうね。すごい、それは楽ですね。それええな、動画出さずにチャンネル登録者だけ増えていく。違う、本当は出したいのよ。本当は出したい。すっごい編集したいんだけど、時間がなくて。あ、出すとしたら何出すんですか。出すとしたら、じゃあそれこそ DDOL もそうだし、EUBG も、ん ?GB?BG?、うん、もそうだし。BG。うん。そうだね。あとなんか自分が作ったなんか、好きなコンテンツ。何個か。あれやな、これやっぱラジオ力をつけていかなあかんね。そうだね、うん、ラジオの人だってさ、ぶっ通しで話さないじゃん。真ん中に2分ぐらいの曲挟むでしょ。いやでも、でもあれやで、昔のさ、うん、あのネットラジオやってた人とかってさ、うん、7時間とか8時間とかぶっ通しでずーっと喋り続けてるんやで。いやすごい、うん、なんだろうね、なんか違う次元に行かれてしまった方、うん、ね、すごいですね。そう、やっぱそういうね、ラジオ力、うん、これがね、あ、じゃあ分かった分かった。第3章のキーワードはラジオ力だ、ラジオ力。そう、ラジオ力、それを鍛えていきたい3人、うん、トーク力とはまた別やで。あ、ラジオ力、トーク力っていうのはまあまあ喋る能力ね、じゃなしにラジオ力、集中力。何が違うの。え、何が違うの。だからそれ今から説明しまんがな。いや、もう終わろう。もう終わろうよ。ダメだ。こうやってやって私の暴行がさ、暴行がピッてなってくんだから。マヤさん、もう終わるよって言ったら、どんどん話伸ばしてほしくなってんのに。わかったわかった。だから、あの、ラジオ力についてちょっと考えといてじゃん、みんなで。うん。マヤさんが教えてくれるんじゃないの。いや、考えといて考えといて。わかったよな。予習しとく。まあ、そういうことでね、はい、またなんか、はい、トランプやる、トランプ。トランプやろ、今度。ああ、トランプ。あの、俺、大富豪誰にも負けたことないから。マジで。言ったで、言ったで。大富豪。大富豪で俺に勝てたら、何でも言うこと聞くわ。うん、分かった。うん、ちょっと待て、ちょっと待て。練習しよう。ちょっと待て、話、早終わらせよう思てるやろ。そんなことないよ。なあ、どう、何をさせてやろうかなと思ってた。いや、なんか、すんごい今、反応が冷たかったからね、今すぐ分かったわ。ちょっとなんか、はいはいみたいな。はいはい、分かった。おじいちゃんも分かったから、もう早ご飯食べてね、みたいな。バレバレやで、もう。バレた？じゃあもう、終わるで。おしっこしたいって言ってんの。うん、みんなのツイッターもフォローしてください。お願いします。はい、ということで、今日はこの辺で終了したいと思います。バイバイ。お疲れ様でした。さよなら。